あ確かにすげえ筋ネックつけてるね。ものすごい筋ネックつけてたな、組んで。なんかスポーツ的なネックレスでね、あの力出るやつみたいなやつた。ガンガンの筋ネックでしたね。でも組んでつけちゃいそうな感じだもんな。組んでのリズムのなさったらないですからね。普通にワールドカップだしオシャレしちゃおうみたいな感じでしょうね。中田翔みたいなやつね。さすがに邪魔とかルール的にどうなとか、そういうのはもうみんなが言ってること全部正しいけど、もう答えは組んでだからです。組んで生態できないし、 クロスはね、インステップでこうバックスピンで伸びるようなボールだし、みたいな。いろいろ突っ込みところあるんだけど、シンプルアスリート能力高いから。なんか悪って感じもないんだよね。ちょっとやんちゃ中学生みたいな感じなんだよなんでよりによってその選手バルサ獲得するのチャビが好きだからね。<laughs> なんでそんなつけてたんって。グ <laughs> リーズマンに。笑っちゃうよな。これなんか多分く苦情来て VAR 室から、 あの出身に行ってみたいな感じだったのかな。先生に怒られる中学生感ある。組んでの中学生感ったらね、高校デビューした感じっていうかさ、この、多分コンローもね、明日ね、ほどいてこいって言われるんですよ。これで組んでがテンション下がってたらおもろいな。なんであんなつけてんだって、もう組んでたからってだけだったでしょ、やっぱり。シティもね、あれだからね、あの、ルベンディアスより組んで取ろうとしてましたからね、ルベンディアスはもう、保健の方の選手ですから、それがやっぱフィジカル的に優れてるっていうのは魅力的なんですよね。 身体操作センスみたいなところだから、その今のね、トラップの時のジャンプとかなんかこう躍動感あるじゃん。組んで、あ、手巻きまたネック上つけてきてほしい。もっと大きいのつけてきてほしい、ね。ブリンブリンのここに LA みたいなの入ってる。いろいろみんなで、えー、追いながら、いろいろサッカー楽しんでいきましょう。いいね、チャンネル登録して帰ってくれたら嬉しいです。そして、サッカー戦術的なこととかいろいろね、深いところを知りたい人は、えー、コメント欄とか概要欄から、レオザ学園入学して、一緒に勉強してくれたら嬉しいです。じゃあね、バイバイ。